はい。どうも、西武所沢車両チャンネルでございます。えー、今回はですね、西武鉄道に譲渡することが決まった、東急9000系のニュースでございます。えー、現在、大井町線で運行している、東急9000系、9020系でございますが、とある新聞の記事におきましてですね、えー 2027年度ごとをめどに東急急急線系は引退する見込みと記述があったそうです。で、東急急線系に関しましては、2025年度より順次4両編成化されて西部鉄道へ成就されることは決まっています。で、 その、西武鉄道へ譲渡される、え、60両なんですけど、それにですね、9000系だけじゃなくて、9020系も含まれているということだそうです。ということはですね、つまり、9000系はですね、今、まあ、9020系も含めて、18編成在籍しておりますが、15編成が西武鉄道へ 譲渡される形で、残りの3編成はもう、おそらく廃車になるのではと思われます。だから、どの編成、3編成がね、全車両廃車。で、残りの15編成が西部へ譲渡っていう形になるっていう形ですね。うん。だから、 今後ね、もう新型車両の追い松線もね、新型車両を導入することがもう決定的なんですよね。だから、まあ置き換えはね、多分ね、あの、2025年度ですかね。早ければ。だから、今後ね、もうまあ、9000系におきましてはね、サヨナライベントはね、やらないと思いますよ。 なんでかっていうと、8500系の時もさ、ラストラインイベント一切やらなかったじゃん。あれはね、もう本当に、あの、ラストラインとかになってくると、あの鳥、撮り鉄たちがですね、あの、また危険な行動をする可能性が出てくるからです。以前どっかの駅でもさ、その、ホームドアから身を乗り出して、こういう危険な撮影をしてた人もいたそうで、それで8500系の運用も、あの、朝、 とかね、そういう日中運用ではない方に入ることにもなったんですからね。うん。だから、あの、万が一撮るときはね、本当にルール守って撮影してください。そうしないと本当にね、もう早期引退するケースもありえますのでね。ということで、今回はですね、その、東急9000系、9020系の引 第1日がほぼほぼ決定というニュースでございました以上で終わります